はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はココイストのシアー系のカラー、これを使用したデザインになります。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、ちょっと容器の名前が見えないね。こんな感じで3色使っていこうと思います。これはマロンブラウングラス、これはね、なんかね、こんな感じ、ラテみたいな、じゃない、エスプレッソみたいな色って書いてあったかな。これの、なんかこれはクリアっぽい感じ。これはネロブラックグラスで合ってるかな、読み方は。わかんない。黒っぽいけど、ブルーっぽい黒みたいな。ネイビーみたいなのに近いのかな。これもなんかクリアカラーって感じ。フィグブレッドプリング。英語ができないんでね、私は。はい、これはなんかクリアっていうよりかはちょっとシアー感のあるカラージェルって感じですね。もう容器だともう全く何が何だか分かんないけど、蓋を見てもらえれば分かると思います。ブラウン、ネイビーっぽいカラー、これはなんかピンクだけどちょっとこうくすみ感のある、若干パープルっぽいのかな感じのカラーです。この3色を使っていこうと思います。じゃあちょっと避けといて、今回はニュアンスっぽい感じにしていこうと思っているので、ふわふわっと混ぜていきたいと思います。ふわふわっとね。どれからいこうかな。これがネロブラックグラスだそうです。こんな感じ、わかりますかね、が動画で。黒じゃない、青みがかった黒って感じ。これをポヨンポヨンとポヨンポヨンと乗せていきます。はい、じゃあ続いて、どうしようかな、どっちからいこうかな、ピンクかブラウンか。ブラウンからいくか。ブラウン、まあブラウンって言ってもこれも結構濃いブラウン。あ、いい感じの、うん、確かにエスプレッソって感じですね。今なんかカフェラテみたいなネイルとかよく見るけど、それに使えそうな感じのカラーですね。はい、ポヤンポヤンと、さっきと違うね、ポヨンポヨンポヤンポヤンって感じで乗せていってください。で、これテクスチャーね、若干固めなのかな、サラサラっていうよりかは若干固めな気がします。はい、今こんな感じです。わかるかな、わかるかな。じゃあ最後はフィグブレッドプディング、これもなんとなくポヤンポヤンってのせていこう。かわいい、ちょっとここが流れてきてるんで。このなんて言うんですか、マーブル仕切らない感じで行くのがなんとなく今の気分なので、うっすらマーブルしてもいいかな。これはもう同じ柄は多分ねできないと思うんで、その時の気分と雰囲気でその時の気分と雰囲気で乗せていけばいいんじゃないでしょうか。で、ちょっとこうジェルがねポヨンと乗せてるので結構たっぷりめの量になっちゃうので、硬化不良とか起こさないようにちょっと触ってあげます。ちょっとジェルが溜まっちゃってるところは慣らしてあげて、あとは気分で。はい、じゃあ私はこんな感じの気分なんでこれで固めます。はい、こんな感じです。かわいい、いい感じだね、いい感じ。はい、でこれで終わりじゃなくって、今回はあれをしたいです。ミラーパウダーをしたいので、ノンワイプを塗っていきます。まあ、実際お爪にやるときは一旦、あ、でもどうなんだろうね、最後にトップ塗る場合はそれでいいのか。じゃあ何でもないです、一旦ノンワイプ塗ります。はい、じゃあこれで硬化します。はい、で、どこにミラーのパウダーつけようかなと思ってるんですが、
なんかここの辺の模様が私は好きなので根元か先端なんだけど根元にします。じゃあいろんなやり方だと思いますが、私はセロテープ派なのでセロテープでいきたいと思います。どのくらいかな、この辺ぐらいかな。でしっかり押し当ててくっつけます。見えるかな、ここのラインです。はい、で今回何がいいと思います何がいいと思います私これを用意したんですけど、シルバーとかでも可愛いよねきっと。まあでも準備動画はこれだったんでこれをやります。ブロンズです。最近ブロンズお気に入りなんです私。ゴールドよりブロンズ派私は。じゃあここにキュ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 ー、こんな感じです。余分なパウダーは払いましょう。でこれをテープを剥がします。はい、こんな感じです。すごいなんか高級感が出ました。はい、こんな感じになっております。これで一応もうアートは完成なので、これでトップを塗っていきたいと思います。はい、じゃあ硬化します。はい、こんな感じで完成になります。めっちゃ可愛いんですよこれ。これに透明感があるカラーなので分かりますでしょうか。こんな感じ、おしゃれになった。なんかすごい暗く見えちゃうのが残念。結構透明感あるんですけど動画だとこれは伝わりづらいんですかね。この上にのせちゃダメかな、意外と分かんないかな。結構ね、いい感じに透け感があるんですけど、動画で伝わってるのかどうか。そうすると下が今ベージュだから、真ん中ら辺が若干透けてるけど、こんな感じになります。どうですか？このコロンとした感じの柄。かわいい。なんだろう、透け感のある感じなので、こんな感じです。これが一番わかりやすい？わかんないね。伝わらないな。全部今日は透け感のあるカラーを使ってるので、なんだろう、ちょっとチュルンとしたい感じの仕上がりになってます。で、カラーも今回は3色使いました。これ。これ。こんな感じ。これは使いました。これとかなんか意外となかったよね。ネイビーのクリアカラーみたいな感じの色。これとか良かったな。はい、で今回はこの3色でやってみましたが、カラーを変えても絶対可愛くなるはずなので、ぜひ皆さんも挑戦してみてもらえると嬉しいです。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。